いや、かなりこれ角度きついっすよ。これは。もうちょっと下げたいな。さっきまたトカゲかなんかが歩いてました。嘘、どこ？いや、外です、外。ガラス？ガラス。ガラスに張り付いてた？張り付いてました。そろそろ月光の時期だね。月光。なんかな。うん、いいんじゃないそれで。あーららら。いいですね。完璧じゃないですか。完璧ですね。ちょうどこれがドセンターぐらいのとこなんで。うん。わかりやすいですね。CM もむちゃくちゃわかりやすいし、ね。CM なんかやってんの？これがシークレットノウハウなんですよ。取ってますけど、うん。ちょっと最近使ってないんでメンテしない。蚊取り線香持ってきてよ。蚊取り線香。そのプロショップはどうやってやってるんだろうみたいな。そうですよね。まあ、カーオーディオマガジンとかには載ってるけど、動画ではないですからね。うん。ほぼ完璧、高さも位置関係も。パーフェクトだと思いますね。うん、いいと思うよ。よし。これでいきますか。うん、これでいこう。ちょっとメニュー増えちゃったから、最初はこんな予定じゃなかったけど、アウターまで作るとなると、ちょっとピラーも、このぐらいやった方が良くない？そうですね、うん、ちゃんとやっといた。最初の話だったらインナーで普通にフラットに埋め込んで良しなイメージだったけど、ちょっとエスカレートしたから。だけどアウター作って、はい、これ角度決めれば、まあ今できる最大限のインストレーションだし、その調整もまあマックスできるじゃん。そうですね。